あ,ありがとうございますいや皆さん今日は本当にお足元の悪い中大丈夫でした入ってくる瞬間ああすいませんあ,ありがとうございます拍手をありがとうございます <laughs> <laughs> 私はびしょびしょになりましてあの皆さん劇場入られる時大丈夫かなとあのすごく心配になったんですけどこうやって足を運んでくださって本当に嬉しく思っていますえ無事に昨日初日初を迎えて あの皆さんの嬉しい感想を目にしたりしまして、本当にこうやって公開できてよかったなと、もうししみあじん,じんわりあの思っています。今日はよろしくお願いします。こんにちは、えー、王子千春を演じました中村智也です。えっととても素敵な作品ができたんじゃないかなと思ってます。なんかやっぱり。 いろんな人が見てくれた人が必ず元気をもらえる映画ってあの宣伝していい映画ができたんじゃないかなって思っててそういう作品にかかわれてすごく嬉しいですえっともうご覧になった後ですよね今いるお客さんはね <laughs> えっと拍手のタイミング独特 <laughs> ありがとうございますあのまあ雨降ってるんであの皆さん帰り道であの人と同じように 水たまりに転んでダイブしていただいて、あのー、ね電子機器を濡らしていただければと思います、えー、楽しんでいてください。<laughs> 元タスクです。えっ、ー、と今日はえっ、ー、となんか同じようなことになっちゃいますけどね。雨の中えっ、ー、とありがとうございます。あのー、僕もこれ初めて試写で。 死者というか処合っていうのがあるんですね。みんなお披露目するという、それで見てあの大変に興奮しまして、早くえっ、ー、と皆さんに見ていただきたいなと思ってたので、えー、まあ昨日初日を迎えて今日こうやって皆様の顔が見れて、えー、とても嬉しいです。えっ、ー、と今日はちょっと短い間ではありますがよろしくお願いします。え本日はお越しいただきありがとうございます。えっ、ー、とまあね公開は本当に嬉しいもので。 ここからまた新たな時代が始まりますね。<laughs> あの <laughs>、あのおかしなこと言わないように気をつけます。今日はよろしくお願いします。はい、河野まりかです、えー。群れの葵ちゃんを演じさせていただきました。あの声優役として私自身も声優ですので、すごく身が引き締まる作品だったなと思いつつ。 アフレコシーンは、やはり皆さんにご満足いただけるようなシーンになったらいいなぁと気合いを入れていた部分もあるので、皆さんの感想が聞きたいなと思っています。アフレコシーンどうでしたかあーああよかったーまばらな拍手ではない拍手が <laughs> 届きました。ありがとうございます。皆さんのその反応が本当に今日私のこの後のステージも救ってくれると思います。今日はどうぞよろしくお願いします。あえー、今日はありがとうございます。あのこの素晴らしいキャストとそして素晴らしいスタッフ、まあアニメも含めて素晴らしいスタッフに恵まれたあの作品をこうやって見ていただけて、えー、とても幸せです、えー。この後も楽しんでください。はい。 あのそうですね、もうプロデューサーの方が7年かかったとおっしゃってたのでこんなに長い年月をかけて作,作る映画ってそうそうないと思いますのでもうチーム一同が本当に公開できたのが奇跡と思えるようなそんな一歩になったのかなと私は感じています、えー、皆さんの見てくださったのであれだと思うんですけど劇中アニメがもう本当にすごくて。 あの今日はこうやって舞台挨拶はこうキャストでしか来れてないんですけどあのアニメを作っているチームだったりとか本当にこの私たちの後ろにはもうとんでもない量の方たちの努力の結晶ということであのそれが伝わっていたらいいなとあの思っていますいやもう嬉しいですよね僕も死者というか初号というものを見てから早く皆さんにあのタスクの役のずるかっこよさと。<laughs> あと何といっても町子姉の貴重なニューヨークシーンこちらを、ね、お届けしたいなと <laughs> あ源泉が見える <laughs> なのでまあ本当に、まあ、いろんなところでねこの映画の僕が感じた良さとか喋ってきてるんですけど何かまあどう何がどうとか言わなくてももうとにかく見ろって言えるような作品にあの吉野のこうちゃんがしてくださったと思いますので。 あの、もうそれにつきますかね。はい。いや、まあ、返す刀で言わせていただければ、智也んのズルボディ。うーん、あのボディはいい。あのボディはいい。風呂上がりのね、王子監督。いやー、なんか説得力がありますよね。やっぱりこもってこう、ガーってなってるっていう。あれでバキバキとかになってたらね。 そんなんお前こもってねえだろうジムとか行ってねえかとか言われちゃいますからねなんだよねやっぱね <laughs> あのモテない設定なのにバキバキのやつとか <laughs> そう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 冷めるタイプのやつみたいそうなんですなです一瞬引いちゃうからそうそうそう,そういやあれは説得力がありました王子監督としてのうんあれを早くみんなに見てもらいたい <laughs> <laughs> 我々いい加減なやつしかいねえのか <laughs> 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 いやでもあのー、本当に僕も あの本を読ませていただいてからもう何年も経ってるんですけどそれで本の段階でとってもウェルメイドなエンターテインメント作品でありつつ何か奥行きがしっかりあるっていうかでどんな出来上がりになってるんだろうと思って現場やってみたらこれが吉野監督がまたね声がちっちゃいんですよ。 声がねちちっちゃいででしょそんで撮影の時なんかこういうフェイスシールドとかマスクとかしてるから何回も俺、俺えっって何回も聞いてるんですけどでも芯がすごく頑固でだから、それが出来上がった作品を見てああ、やっぱりその感覚っていうのは間違ってなかったなと思ったし想像以上になんか誰もが共感できる映画だったなと思って本当に皆さんに早く見ていただきたいなと思ってました。はい、ねね楽しかった、ね ほぼさん。いや撮影はね楽しかったよね。めっちゃ楽しかったね。楽しかお前喋んないつもりかね喋ったじゃんもう。あそうね待ちこね待ちこねのが聞きたいから。私はね本当にね見ててリホちゃんと一緒になんか頑張った感じがしたの自分が。頑張った感じ。見ててねすごい頑張ってるから。 私も一緒に頑張ろうみたいな気持ちになっちゃって、うん、私も走り続けちゃったわけ見てる最中ほ<う>そんな気持ちになっちゃったわけきっとなってるわけ今あなるほどね感想したエネルギーをもらえるとそうあとね、はい、もうねアニメを見たいうんこれのね、うん、あのねあ全編見たいっていう気持ちになっちゃってねあの素晴らしいアニメでしたからねや、煽り方下手くそか。<laughs> <laughs> いやーいいドラマです。 どうぞね、はいかり、はい、あの私の群れの葵ちゃんという役柄はオーディションだったんですけれどもあの吉野監督がオーディションの段階からこうアニメ現場ってどんな現場なんですかとかアフレコ現場に着ていく服装とかどんな服着ていくんですかとかたくさんリサーチをしてくださったおかげで私もこう自分の業界の特殊さみたいなのをたくさんこう表現の一つに加えさせられたかなと思って。 例えば何かあのマイク前だと服がカシャカシャ鳴らないとかアクセサリーがチャリチャリ鳴らないとかがすごく重要になってくるのでみんな大体こうアクセサリーをつけませんよとか。 あの靴とかもキュッキュならない靴で来ますよとかそういうアドバイスをさせていただいて皆さんもあの声優の皆さんの服装とかも見ていただくともしかしたら面白いことに気づけるんじゃないかなって改めてお仕事を映画としてもあのたくさん勉強になるんじゃないかなって思いました。そうででですすねあの劇中でもうご覧になったと思いますがが監監督瞳監督があの手この手手こ 苦しめてきた。自分がこう。瞳監督のようにこう舞台に上げられてしまうと、もう今罰を受けてんのかなとちょっと思って。しかも。伊藤伊藤さんがすぐあの,あの時にあの初回の時に司会を務めてた。伊藤さんがすぐその姉にいらっしゃるので、うわ。こんな気持ちかと思いながらやってます。はい、まあのなんかあの怖くてあんまりレゴサーチをしてないんですが。 なんか一説によるとこうヘクレアが食べたくなるらしいっていうのが思った以上にらしいのでこの後食べて楽しんで帰っていただければなと思いいいまますす <laughs> たの感動に乗るよろししくお願ちょっとねクッキーさんが来ることできなかったので、はい、等身大のパネルでお越しいただきました。あ あの取材家をあのやらせていただいております、えー、小柳です。<laughs> ありがとうございます。あんまりあの舞台挨拶も経験何度かしかなくて、しかもあのキャストでもないのに呼んでいただいたことは本当に光栄で、しかも。 あのこんなビッグ俳優さんたちと一緒に並んでビッグ映画の主題歌ということをこれだけのマスコミの方々に報道していただくとこれから「ジェニーハイ」売れますわありがとうございますはい、あのー、曲を作らせていただきましたあのこんなに素晴らしい映画に関わらせていただいて本当にあの光栄でございますあのこんなになんか自分で映画を見て仕事頑張ろうって思ったことがあんまりなかったのでなかったというかその本当に仕事頑張りたくなる映画 本当に素晴らしかったです本当にありがとうございます本当によろしくお願いします。自分はあの小さい頃に東映のアニメ映画で銀河鉄道三九を見た思い出がありましてで時を過ぎて今このような場に立っているということはとてもあのうしくまたあのとても信じられない思いですありがとうございます。はい。 えー、ジェニーハイのボーカル中島一夫です。えっと、今回はこの素晴らしい映画の主題歌を担当させていただけるということで。あの、映画終わって、自分の声から、こう、曲が始まって、すごく感激しましたし。あのー、今回のこの発見アニメがあることで、こう、河野さんとのコラボもさせていただいて、本当に、た、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。あのー、やっぱり映画を見た人が、その曲を聞いて。 あのもう一度感動できるようにしようっていうか思ってたので歌詞はめちゃくちゃこだわって何回も書き直したので多分僕あの去年作ったというか今まで作った中でも一番最長期間の曲を作ってた気がするので僕の思い入れもすごく強くてだからやっぱエンドロールで流れる時最初こう僕まだ映画館では見てないんですけどあの自分のタブレットで見た時に本当に泣きそうになるぐらいなんか自分の今までの努力と。 なんていうんですかね、この演じさんたちのこう気持ちみたいなのがなんか入ってきて頑張ったなこれと思ってだから今めっちゃ嬉しいです本当に本当にいい曲だなってもう歌詞がその本編で出てくるクリエイターたちの思いを全部こうすくい取ってくれてるでもう,もうメロディーラインとかも楽しくやっぱ劇場出ていけるしなんかこう エンドロール自体が実際スタッフさんが本当に多い作品なんで実際のエンドロールちょっと長いかなって思うんですけどその大勢で作ってきたっていう,こう実感が本当にふつふつ湧いてくるといいますかからのタスクさんのあのシーンに行くっていう,もうなんか曲からのタスクさんの流れが完璧すぎて最高の主題歌だなと本当に何度も聞いてます。 いすごい恐縮だったんですけれども本当にレコーディングの時にはあの川谷さんにディレクションをしていただいて声優のレコーディングとも全然違うレコーディングの仕方をしていただいて「あの私の想像が勝手」とかの「か」を撮りたいんですよみたいなその本当に音として言葉を捉えててくださって。 どうしたらその言葉がちゃんと皆さんに届くのかとか、あの本当に細かなディレクションのおかげで私のその歌わせていただいたパートもより魅力的になって皆さんに届いたのかなと思って、貴重な経験をありがとうございました。えー、ごちそうさまでします。あの本当に物語自体が面白くて、なんか最初は全人配がこんなビッグ映画でやらせたくなんて。 売れるかもなみたいなちょっとそういう計算のみで喜びはね最初はおお来ましたねと思ってたんですけども本当に映画拝見させてもらったすごい物語が面白くてまああのすごい原作すごい脚本家さんがお書きになられてると思うんですけどもむちゃくちゃおもろすぎてこれはちょっともしかしたらゴーストライターがおるかもなとよぎるぐらい面白かったんですね。で好きなシーンは本当にあの吉岡さんが あの河野さんに最後ちょっと許すシーンであったりとか中村さんがこう、うん、主人公を殺したいってあんだけ言ってたのに殺さん状態でええ感じに仕上げるのとかもすごい僕はかっこいいなと思ったしあの小野さんが、ね、おにぎりをみんなに振る舞ってるところも僕はああるようなこういうのってほんま組織またいでその。 部署またいでお願いする時ってこんなんほんま大事やねんこの人できる人やなと思ったり <laughs> エモンスさんも本当に最初の頃はちょっと腹立ってたんですけどもあこの人もプロデュースという立場であったら、まあ、これはしゃあないことやったんやなと最後ジャンプしてはる時にあ悪い人はなかったんやなみたいな本当にあの大きな物語も面白いですが細かなシーン一つ一つが本当によくできてて面白かったなと。 僕もあの仕事頑張らなあかんなと思えた映画でしたあの一番最初のシーンがとてもすごい長回しのですごいなと思いましたであったりとかあの私はアニメショップ店員の宮森さんに共感しました以上です,です、ね、これよう言うんですけど意味わからないんですよ <laughs> もっとその共感する方が山ほど六角さんとか僕はすごい思いましたしあの新谷さんとかもほんまなんか最初はうんと思ったけどああわかるーってなりましたあのショップ店員さんもまもちろん、ね、素晴らしい人なんですけどこんだけ魅力的な人ってそれ言うてる意味がわからないですねガキはちょっと無視してくださいすいません。<laughs> えとたくさん好きなシーンがあるんですけどあの吉岡さんが斉藤監督があの河野さんに最初あのア,フレコア,テコアフレコの時にあの何回もダメ出しをされるシーンはあの自分もよくエノンさんにダメ出しされるので共感しました。<laughs> やっっぱりこう監督が私にとっての P なんですけどあの、その人の脳みそにある理想にこう近づける作業っていうのはすごく大変でもあって楽しさとかもあるんですけどその苦労というか泣き出してしまう気持ちとかもすごい分かりましたしそれを最後に許すというか分かり合えるシーンもきましたあの。アフレコシーンはすごくリアルだと思うんですけどあんなことは実際には多分起こりえなくて。<laughs> あの アフレコ現場怖いなって皆さんが思ったらあれだなと思ったんですけどでもやっぱりこうそれだけあの瞳監督の情熱だったりとか作品のその私はこうしたいっていう好きな思いがあるからこそ曲げられないっていう気持ちが伝わってきてそこに応えられないっていうのがもどかしくて葵ちゃんは泣いちゃったんじゃないかなって私は考えていたんですけど。の シーンについて吉岡さんとおしゃべりしたときに吉岡さんはそのダめ出しをするのが大変だったっておっしゃってくださって恐縮でした、はい、いや本当にあのシーンが一番結構撮っててもつらいというかそのくらい河野さんの声が私にはもう完璧すぎるんですよ、もうどう見てもアニメの,あの映像に当たってるじゃんって。 思っててでも劇中の瞳はもうすごい高みを目指してるんでもっといけるもっといけるっていう期待値がすごい高くてでも私本番中とか心の中ではもう「まリンかごめんね」っていう気持ちと「いやでももっといけるんだ」っていうその監督の思いを体現しなきゃっていうのでちょっと本当難しいシーンだなと思ってたんですけど実際本編を見ると完璧だって思って。 その河野さんの声の演じ分けが本当に絶妙で確かに最後これだっていう声が2人で見つかった瞬間の声の当たり方っていうかその感動をこうなんていうんですか、ね、引っ張っていく力その声の演じ分けにびっくりしましたねなんで本当にあすごいことなんだなって改めて声優さんへのリスペクトがこう高まったっていうそういうシーンになりましたね、うん、はい、えー、私がずっと好きなことじゃん <laughs> グミです、特に <laughs> ハード酸っぱい系がすごい好きなんですけどあの本当に子供の時に乳歯が生えてきてあ歯生えてきたなっていうぐらいから本当にずっと食べ続けてるんでなのにちゃんと歯も虫歯にならず元気な歯なんで多分グミとも相性いいですしずっと好きだなって思ってます、毎日ほぼ毎日食べてるんじゃないかなと。はいです え今日も朝はいカミ,カミしたんですか。そうですね。はい、なんかちょっとした合間に食べてますね。あの小野さんにも前回ねあの舞台挨拶させていただいたときに小野さんにもはいグミをあの仲良くなりたいなと思って渡したっていうのもありましたけどそれぐらいはいグミ大好きです。タスクリホちゃんからグミもらったことある？ない。よかった。<laughs> 俺もないの。ない？<laughs> すいません。以前それが発覚して <laughs> うん、うん、仲良くなった人にはグミあげるんだって。<laughs> へえ、そうなんだ。いすみません。うん、また、おいおい。<laughs> おいおいねおいおい。はい。そうなんです。はい、ででん。テオエルなんです。ね、もう皆さん、ご存知、テオエルなんです。<laughs> いやいや知らないです。<laughs> 私、あの、ご存知なんですか。サッカーをずっとやってたんですけど。あの、サッカー好きで、今もう、もう何年もね。 怪我が怖いんでボールなんか蹴ってないですけどこう好きなチームの試合とか見るようにしてて情報とか追っててで今ね AC ミランっていうイタリアのチームがね11年ぶりかなにリーグ優勝もうすぐできそうなんですよ<ー>で何なのそれは <laughs> この人は AC ミランの左サイドバックで今のミランの戦術を担ってる、まあ、代表的な選手ですねあのこれあの裏でみんなで何書いたのって聞いて。 あの聞いてたんです、事前に。で、知らないから、なんなんだろうねって言って、作家って聞いたら、あ作家が一番近いかもって言ってたんだけど、それ、とどういう意味だった作家は近い、あっ、サッカーはってことはい分かった、<laughs> 分かりました、<laughs> 分かりましたちょっとそこには及ばなかったの次の試合、引き分け以上で優勝なのでね、皆さんね、覚えて帰ってもらえる、名前だけでも覚えて帰ってもらえか <laughs> はい僕ねもうだいたいいろんなとこでも言ってるんですけどはい映画館に行くちょっと2つほど悩んだんですけどねいもう1個はねだらったらするもうね4時間でも5時間でも同じ椅子の上から動かないでだらったらするっていうのがすっごい好きなんですけどちょっとね 大人の35歳が言うことではないかなと思いましてえ映画館に行くとしました。はい。いろんな映画館に行ってるんですよね。いろんな映画館行ってます。<laughs> もちろんこちらの映画館にもお世話になってますし、あとはまあ風切り館であったりとかあとシネコンとかもありますし、メガザとかもいろんなところをまあ行かせていただいてます。はい。はい、私はですね、豆乳を飲む。健康のため。<laughs> いいですね。大事。 大臣ね。<laughs> いつ頃からお飲みになられてるんですか。結構飲んでんですよ。三年以上はもう毎日あのででっかい紙パックのやつ知ってます？あれわかる？調整派ですか無調整派ですか？あのね濃濃厚なやつ <laughs>。今聞いたの別違う違う問題。調整投入か無調整投入か。だからちょっとこうなんか濃厚なやつ。<laughs> おそらく無調整でしょうね。そうそうそう。あるのね、その濃厚なやつ。そのそのままで飲むの？うんうん。あのコーヒーに。あ、割るの。割って、それが朝絶対飲まないとこう体起きないみたいになっちゃって。豆乳鍋とかはするの？しない。調整？無調整？濃いやつ。濃いやつ。お好きということでね。はい大好きです。はいいじゃじゃん。猫水です。 はいあのー、我が家には猫ちゃんがいるんですけれども私、自分の疲れを自分で癒すのが苦手なので猫に頼って猫のお腹あ辺りを家に帰ったときにぼふっとうずめて<ー>でするとすごくリラックスした気持ちになれるんですよ。いいですね すごいやばいやつみたいな目で見ないでください。いめ,っいいめっちゃいいと思う。めっちゃいいです。ですめっちゃいいです。ただ一個気になってるんですけど。はい、多分肉球ちょっと足りない。あ, <laughs> あ、これはですね。あの、皆さん、スタンダードは三つかなと思って。確かに、猫って普通四つないし五つ。 あったりしますもんね。古墳みたいになってますね。絵は触れなくていいんですよ。こっちをスタンダードで言ったら四つじゃないかと思います。ああああごめんなさい。でも皆さんにわかりやすくちょっと調整していただいたわけですよね。それはね。もちろんわかります。調整でした。今今日終わった。ごめん変な突っ込みね。初めましてなのに変な突っ込みしたからごめんなさい。お願いします。なんと。 か,かぶってししままいましてですね <laughs> 猫のブラシがけが僕は好きでですね、はいあのー、この撮影の時にあのザクロちゃんという猫がいまして、あのー、太陽君が主にあの仁美監督の家に飼ってるやつを慣でてるのを見ながらいいなってずっと思ってたんですけど終わった後も割とザクロちゃんと吉岡さんたちが仲が良くてなでなでしててちょっと触りたいなと思いながら結局触れなかったのが <laughs> ちょっと今でも心残りです <laughs>。でもこの後家に帰ってちょっとブラシかけさせてもらおうかなと思います <laughs>。猫友だったんですねということはね。かわそうですね。ち,ちょっとでそうなんですよ。あのまさかこうなるとは思わなかったんですけど <laughs>。吉野さんも猫吸いしたかったですかじゃいやしたかったですね <laughs> <laughs>、ええ。でもあのちょっと現場ではやっぱり監督という立場もあり、ちょっとみんな ちょっとどいて、俺も触りたいみたいなことは言えなかったんで <laughs>。あの、ちょっとグッとこらえて、あの、いいねって思いながら、遠くで見てました。はい、私は、すいません、犬派です。犬の散歩。あ、肉球は四つ、書いてます。ちゃんと。愛好 <laughs> <laughs> はしなくていいんです。はい、<laughs> あの、犬を飼ってるんですけど。あの、毎朝と、毎夜、一日二回、一時間ずつ、散歩に行ってます。 雨の日も風の日もここで犬飼ってらっしゃる方、はい、今そうかにここり一人ですお客様がね、<laughs> <は>お客様いらっしゃいますね、ねそれはもちろん。<laughs> はい、犬の散歩は欠かさずに行かせていただいて、ね。インスタとかよう出きますね。かよ、はい、らしい。いです。保護犬。はい、保護犬おお、ありがとうございます。はい、<ー>私はですね、ここにおり、えー、おりますクッキーとの 将棋対決です。あ、ありがとうございます。え、あの。あの、ジェニーハイで、ライブのツアーなどをするのですが。あ、その時には必ず、あの、皆で、将棋をしております。はい。え、じゃ、あの、え、貫き通して、好きなこと。がこれです。よろしくお願いいたします。なんか、僕らも。川谷ぴんも、僕も、ガッキーと一緒にやったりするんですよ。 そういうのにクッキーだけって書いてるのがちょっと意味わからないですよね。クッキーです。クッキーですじゃないんですよ。まよくやってます。ライブのリハとかで長い1時間とかあるときは。はい。あの僕はこのバンドですね。あの僕今バンドを5つやってるんですけど、本当にシンガーソングライターになるっていうその一人でやるみたいな選択肢もあったと思うんですけど、やっぱ寂しいんでバンドをどんどん増やしてってるっていう。 私の身は5なんですけど10ぐらいまで頑張りたいなって今思ってますはい頭の中混乱しまに <laughs> はいはい連日なんか違うバンドのリハこの日は A というバンドのリハその次は B というライブその次 C というバンドのレコーディングみたいなことを毎日されてますから一番リハ入ってもなんかあれこのギターどんなやったかちょっと思い出しますわとか リハで一番覚えてない時があったりするぐらいそうですね P が僕らはこれしかやってないんでそればっかり練習してるんですけど P の場合はいろいろやってるから「フォートナイトを貫き続けている」これはゲーム息子をきっかけで始めたゲームなんですけども45歳から始めましてまあ3年ぐらいですか2年前から YouTube やってるんですけども2年間で4000時間以上配信しておりましてあ1年間で2000時間ですか。 肩もおかしくなってき、腰もおかしくなってき、えー、ですけどもやり続けています。はい、歓歴迎えるまでにはアジア一桁ぐらいのうまさになろうと思っています。今日もこの後大会に出ます。下手なんですよ、めちゃめちゃ下手なんですよ。昨日出ても300位ぐらいなんですけども。 愛ですね、ね。まさにに、ねはい、本当にだからあの好きすぎて家帰ったらパソコンに顔埋うずめて吸ってます、いよいよ <laughs> パ吸いしてます、ね、はい、和気、はいえー、あいあいとしたほっこりしたあの舞台挨拶になったかなと思ってます。えー、今日は本当にあの劇場に来てくださって映画を見てくださってこうやって舞台挨拶も最後まで見てくださってありがとうございます。 え皆さんににとっってこうどういうい映画になったのか本当に気に気なります、えー、皆さんの,あの一言の感想があの映画にパワーを与えてくれるのであのぜひどこかであの感想を言っていただけたら嬉しいなと思いますしあの劇中のセリフでも「今すぐじゃなくてもいい」「いつか思い出してもらえるそんな作品になったらいい」っていうセリフがあるんですけどもうすごく私もそういうふうに思って普段仕事をしていて。 あのいつか皆さんが今日劇場で見た映画のことをふと思い出してくださったらいいなと思っております。今日は本当にありがとうございました